ちは。今日はですね、前回作った、つまみ細工のお花のを服っていうのは花びらを乗せていくっていうことなんですけれども、その土台を作りまして、で今日こちらの、土台ですね、ここに、お花を花びらを植えていきたいと思います。で、こちらの台紙がだいたい直径 1.2cm、で、花びらに使う、生地は正剣の、1.5cm 角、厚さは、6問目になります。でこちらを用意しました。まぜまぜして作ると、結構私は気に入ったものが作れます。こんな感じですね。それでは早速今日もやっていきたいと思います。では、ヒノキののり板に、のりを置いていきます。とても天気が良くて乾燥しているので、ちょっと水を足して糊の、濃度って言いますか、そういうものを調節しながらやっていきます。したら、こちらを板に薄く伸ばしていきます。厚さが2ミリぐらいの厚さに糊を広げられるといいんですけで、つまんでいきたいと思います。生地は丁寧に糊を落としてしまったんですけれども、そうすると結構生地が柔らかくなりすぎて、つまむ時にちょっとやりづらいなと思う時があるんですけれども、少し糊を残して生地がパリッとした状態でつまんでいった方が割とやりやすいです。
の こんな感じである程度、吹いて、花びらをつまんでいきましたので、今度は吹いていきたいと思います。早速こちらですね、ではつまんでいきます。こんな感じで1個作ってみました。
いできました。よいしょ、ここかな。こんな感じで今日は丸つまみを、つまんでみました。もう少しお花をたくさん作ったら組み上げに入っていこうと思います。では皆さん、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また会いましょう。